RMC チャンネルからの皆様、こんにちは。こんにちは。第15回目、リスクマネジメントジャーナル第15回目ということで、本日のテーマは人材開発、今買えないでいつ買えるといったテーマでお送りしたいと思います。本日のゲストは株式会社 IP イノベーションズの代表取締役社長、浦山雅史さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。浦山さんとは非常に長いお付き合いなんですけれども、協会でも講師をやっていただいたことがありますね。まず最初に自己紹介をお願いできますか。はい、私IP イノベーションズの代表の浦山といいます。40年ぐらい前にエンジニアとしてですね、スタートしまして、30年ぐらい前から人材育成を中心として仕事をしています。今は IT エンジニアの育成の会社ですが、後ほどちょっとご紹介します ATD と呼ばれるですね、人材開発の組織の方もですね、準備しております。本日はぜひよろしくお願いします。はい、今回のテーマ の背景の説明をしたいと思います。最近非常に不祥事が多いけれども、不祥事って、ね、昔からありますよね。うん、特別に人間が悪くなったわけじゃないと私は思ってるんですけども、その辺浦山さんはどのように見ていらっしゃいますか。はい、おっしゃる通り、いろんな、スポーツ界も含めて、いろんな業種業界でですね、不祥事とかたくさんあるんですけれども、それは急に増えたわけじゃなくて、昔からずっとあったと思うんです。ところがデジタルトランスフォーメーションという形でですね、皆さんがネットにつながって簡単に情報を発信できるような情報になってきたりとか、あるいは至る所で私たちの活動が記録されていて、いろんな証拠がですね、すごい出やすい形になってきたと。怖いですよね。はい、なんかね、隠せない、ね、隠せないですね。もうあっちこっちにビデオカメラありますし、もしかすると私たちのデジタル機器もね、ハッキングされて情報が漏洩しているかもしれませんので、本当に不正をすることのリスクがこれほど高まっている世の中はないというふうに思いますね。うん、はい、ということもあって、結局この、何が必要なのかというところで、はい、人々の私たち人々の行動を変えなくてはいけないんじゃないかなと思いますよね。なんか不祥事があるとすぐコンプライアンスとか、そういう話に行きがちなんですけれども、私自身はやはりこの、人の行いというか行動とか考え方を考えない限り難しいということで、今回その人材開発、人材育成とか開発とかね、ありますけども、どうやってこう組織の中で人をマネジメントしていくのかというところで、浦山さんにいろいろと伺えればと思います。はい、あと素敵な、イベントがあるということなので、そちらの方も含めてお話を伺いたいと思いますけれども、今現在浦山さんはその人材開発、人材育成の現場でどのような課題意識を持ったのか教えていただきたいんですが。はい、まず一つはですね、機械化とかコンピューターとか AI とかいうキーワードを非常に皆さんたくさん聞くと思うんですね。そうすると私たちの仕事自体がですね、どんどん機械に奪われていくんじゃないかという、非常に大きなリスクが一人一人が抱えていると思います。それで、昔からも実はそういうコンピューターがどんどん発達して私たちの職をなくすんじゃないかという懸念もありましたけど、人ってその時その時で自分でスキルをまたこう、習得してですね、新しい仕事をしてきたわけですね。なので時代の変化が激しくて、かつ先が見えない状況の中でどんどん AI 化が進んでくると、私たちは今までにないスピードでもっと勉強してスキルを高めていく必要があるんじゃないかと、そういうことが対応できてない組織っていうのが非常にちょっと怖いなというふうに思います。どうしてこう対応できないんですか。ですね、例えば組織の中には人材開発部門っていうのがあります。で、こんな勉強をしなさいよって言ってプッシュ型で、人材教育プログラムを提供してるわけですね。そこも不況になるとどんどん予算がカットされたりして人材育成が行われない状態の中で、本当に私たちがそのビジネスとか会社の理念に対する自分の仕事の姿勢、プロ意識とかですね、そういうものを欠けてきて、
まあ、不正につながったりするんじゃないかと思うんですよね、うん、まあ、そういう意味では、現場の変化に対応できないくらい今スピードが激しいので やはり現場が何を学べばいいかということを自分たちで判断して、うん、フル型ですよね。要するに人事からの研修プログラムを待つんじゃなくて、組織全体が毎日起こっている自分の仕事の中で、自分から進んで学ん でその得た情報を同僚たちと共有してどう変えるべきなのか、このチーム、そしてじゃ あこんな方法があるって自分たちでその学習したら明日からでも仕事の仕方を変えると、うん、まあ、そういう対応が必要なんですけど、うん、そんなことを人事 の研修から期待してたらもう1年も2年もかかるし、うん、もうそんなことでは、ね、対応できないから、ね、変化激しいわけですよ、うん、ということはそれをそういう組織にしなきゃいけない、あるいはそういう、まあ、現場の学びを、まあ、共有するような組織に変えるには、はい、まあ、人事の人が考えてやったらダメだというのは分かったんですけども、はい、じゃあどこから書いてたんですか、その現場の人たちがそうしなきゃいけないと分かっていても、はい、そんなやり方知らないし、はい、毎日日々自分の仕事で忙しいし、はい、その どうやって、はい、毎日忙しいので、はい、毎日の忙しい仕事の中から学んでいく人がですね、うん、今日ご紹介するこの ATD と呼ばれる組織はですね、もう75年続いている、全世界で最も大きな人材開発、それから組織開発の、研究、コミュニティです。まあ、私たちはですね、10年前に日本に支部を作ってこういう活動をしているんですが、この中で教えられていることを簡単にご紹介しますと、組織がですね、まあ、今後はこの開放的な組織が非常に望まれるというふうに言われています。隠蔽する体質ではなくて、組織が透明でですね、まあ、いろんなことが、まあ、情報が流通して言いたいことも言えるという組織ですね。過去のこういう階層的な組織、これはやっぱ上下、下脱的でですね、あと命令が来るまで下は動けないと。でもこの現場でどんどんいろんな変化が起こって上からの指示を待っていては現場の人たちがですね、どんどんもう勝負に負けていく状況が起こっているわけです、うん、なので今は、こういうネットワーク型の組織に変わりつつあります。これは ATD で言われていることです、うんうん、お互いが、ポジション的なことじゃなくて役割でつながり合ってフラットでかつ自律的に動き始める、うんうん、ちょっとアメーバの組織みたいですね。アメーバ組織ね、はいはい、ありましたね、そういう言葉がね。恐竜のように大きな組織、はい、形ですね、頭が大きくてですね、そして体が怪我してもわからない状況だと絶滅してしまうんですけど、こうやってアメーバだったら起こっていることがすぐに分かって、そこで対応してしまうと。さらにこれがですね、ネットワーク型をさらにネットワークすると、まあチームオブチームズってよく言われますけど、それぞれがですね情報を流通して、この中ではポジションとかじゃなくて、どういう役割に貢献をした人が一番まあ、報われるかという報酬体系もやっぱ変わってきています。で、情報が本当に流通して透明性があって、かつ何を一番大事にするか、私たち のこのチームとか組織の理念とか、はい、一番大事にする価値観とか、はい、そういうことでつながって判断はそれぞれのチームが現場でしなさいと、まあ、こんな形にならなきゃいけないというふうに言われてるんですね。素敵ですよね、こういう組織になれたらいいなと思うんですけどね、はい、でも本当にできるんだろうかって。そのやり方をですね、まあ、学ぶための、まあ、いろんな勉強会をしてるわけですね。ATD の意味っていうか、その何の役、はい、ですね、昔はですね、名称変わったんですよね。名称変わったんですね、はい、アメリカンアソシエーション、はい、ASTD って言ってたんですが、これは、うん、アソシエーションフォータレントディベロップメント、タレントをどう育成していくかですね。要するに会社の理念に、ね、呼応するような人たちをどうやって集めて、で会社に残ってほしい人っていうのはどんな人たちなのか、そしてどのように育ってほしいのかっていう人材開発、うんうん、でその人たちをどう評価するか、全てのことをですね、統合的にタレント開発しましょうという考え方を推薦しているんですね、うん、タレントっていう言葉、なんかすごく私は動かされたんですけど、なんか私たち一人一人タレントですか、全員がタレントね、はい、なんか嬉しいですよね、タレントって、まあね、
雲の上の存在ではなくて、私たち一人一人がタレントになるというような感じですね。はい、それがあの十分引き出されてないんですね。うん、あ、自分の能力、まあ、はい。大企業でもあのいろんなところで優秀な人たくさんいますけど、うん、その人たちの持ってるほんのあの 10%、20% しか使われてない。うん、10% も使ってないだけですけどね。どうしてそういうふうに使う、まあ、せっかく人間の能力もっと潜在能力すごく高いって言われてるんですけども、うん、なんか組織になった途端に魅力が半減する人とかっていうんですけど、どうしてそうなってしまうのかな。まあ、こういうふうに上からこうしなさい、ああしなさいっていう命令的な組織だと発揮できないですよね。はい、だけどネットワーク型になると自律的に自分で判断しますから、判断せざるを得ないんですね。まあ、自律的に自分の能力をフルパワー発揮して、起こっていることをセンスして、要するに感受性高くで、こんなしなきゃいけないんじゃないですかということを自分等しくみんなが意見を出し合って、やらなきゃいけないので、フルパワーにならなきゃいけないんです。あ、なるほどね。そのみんなが意見を言うにはどうしたらいいんでしょう。そのなかなか意見って日本の社会は言いにくいじゃないですか。はい、言える場を作るリーダーですよですね。やっぱりこの中にもリーダーがいて、リーダーは話せる、みんながあのオープンに話せる場を作る、話せる雰囲気を作る、話せるような、まあ、価値観とか、このチームがこういくぞっていうミッションを明確にして、はい、皆さんあの持っていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、それは決してリーダーが全部のことを知ってることが必須じゃなくて、リーダーは全部知らなくてもどうしようか、何をすべきかという問いを与えながらですね、皆さんに考えさせて、あるいは勉強してお互いが学び合って教え合う、そういうチームを作ることが大事なんですよね。あのファシリテーションとはまた、ファシリテーターとは違う、リーダーとファシリテーター全然違う。いや、ファシリテーション の能力を持ってなきゃいけない。持ってなきゃいけない。はい、そうするとじゃあリーダーはどうやって育てるでしょうか。もう自分でこうリーダーになると言って関係があっていくのか、それともリーダーの育成をする、またそういう、まあ、人材育成というかね、はい、研修が必要なのかと、どうなんでしょうか。まあ、ATD ではですね、あのやはりリーダーシップの開発に研修をしっかりとやる必要があるというふうに言ってます。うん、でリーダーを育てるような仕組み、リーダーシップパイプラインっていうんですけども、次々に例えば課長さんとか係長さんとか部長さんとか、そういうリーダーを育てていくような仕組みを、はい、会社の中に作んなきゃいけないというふうに言ってるんですね。なんかそういうの昔から日本ってやってるような気もするんですけど、実はやってなかったんでしょうか。研修はあの階層別研修はやってると思います。ありますよね、よくね。うん、だけどそれでは追いつかないぐらい、要するに先ほど現場の学びが必要だというふうにあの話をしましたけど、今の研修が合ってないんですか。今までのやり方、研修の仕組み、それだけでは足りなくて、足りない、はい、年間に例えばあのリーダーシップ研修に年間に2日間泊まりでどっかに行きますで勉強して、うん、ああよかったな、まだすぐ忘れますから人。そうですね、それだけじゃなくてやっぱ毎日毎日リーダーの行動をお互いに、例えばこういう組織の中で学び合うわけです。毎日5分とか10分とか、そういう例えば自分が気づいたことを、リーダーシップ上これすごいよねとか、このビデオを見た方がいいとか、私はこんなリーダーシップを発揮してこういう成果があったとか、こういうことを教え合う、それ毎日やったら、そっちの方が身につきますよね。じゃあその毎日するためのなんかこう意識づくっていうか、はい、あるいはまたそれを強化してもらえる制度が会社の中にないと難しいんですよね。まあ、一つはこの、 あの先ほどお話がしたあのデジタルトランスフォーメーションですよね、はい、DX 革命とよく言いますけど、今私たちがここで話していることはここしか伝えません、はいはい、あとここに何人かいたらその人たちが伝えますけど、もし、デジタルの力を使えばこの今 あの話していることは一斉にいろんな人に伝えるわけですよね。で、組織とか国とか、仕事をあのもしくはその時間を超えてですね、それをメッセージを受けた人が、あ、そうだと思ったら、私もそう、この問題だと思ってたけど、こういうふうにした方がいいっていうことを他の人が返す。でさらに別の、組織の人が、あ、そうそうそう、それはすごくためになって、私この前使ったんだよっていうことを返すと、まあ、こういうふうにしてですね、
デジタルの力を借りてみんなが学び合う仕組みを整えることが今すごく重要だと言われてるんですね、はい、まあ、テクノロジーの力をもっと使わなきゃいけないですね、はい、まあ、そうすると、まあ、IT 企業はそういうのをどんどん取り入れていけそうですけど、はい、ね、そうじゃないところはなんかテクノロジーが嫌いなところもありますよねそういうところはまだ時間かかりそうですけど、うん、な、IT 企業がまず最初にやっていく形なんですかね。どうですかね。IT 企業でもセキュリティをあまりにも意識しすぎて入れないっていう箇所なんです、はい、なるほど。なのでやっぱりある程度リスクを、はい、リスクって全て回避すればいいわけじゃないので、セキュリティリスクをどうやって回避するか、うん、まあ、それを軽減するかという施策を入れながら、そういう IT 機器によって学ぶ仕組みを早く入れないとですね、どんどん置いていかれますよね。そうですよね、うん、あ、じゃあもっと企業はセキュリティも大事なんだけれども、うん、そういったことをこうやってまあちゃんと取るべきリスクはちゃんと取って取りながら人材開発、はい、タレント育成をするということに一歩踏み出すってことですね。そうだと思います、うん、はい、そういったヒントが AD リークと、はい、そうですね、あるんでしょうか、実際の。今度ですね、いつですか12月13日に AT ジャパンサミット東京で開きます。まあ、この、サミットではですね、海外から、著名なスピーカーが来てですね、たくさんのお話をしてくれます。どうしたら組織の学びを変えられるか、どうしたらデジタルの力を使って、組織全体がですね、学び合うことができるのかということを事例を含めてですね、ご紹介できるので、今日のお話の通りですね、人材育成をどう変えるかということのヒントになるんじゃないかなというふうに思います。その世界中の事例が分かる、日本だけではなくてね、はいはい、まあ、いろんな研修イベントありますけども、世界中の最新事例が見れるということが大きな特徴ということですよね、はいはい、ATG ジャパンサミットで検索していただければ出てきますので、ぜひ、ご参加いただければと思います、はい、ありがとうございます。皆さん、人材開発はどの部門もとても、ね、必要なことですので、まあ、私は広報の専門家ですけれども、まあ、候補の方も人事の方もあらゆる組織の方、あらゆる部門の方がぜひ人材開発目を向けて ATD で学んでいただきたいと思います。ということで、今日は人材開発、今変えないでいつ変えるということで、もう今変えてくださいこの見た方は最初の一歩を踏み出していただきたいと思います。今日は IP イノベーションの浦山雅史さんと東京会石川恵子がお送りいたしました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。